今ちょっと顔が映ってましたけどね、こんにちは、まるさんです。ちょっと買ってしまいました。意外とね、僕こう雑誌だけ、雑誌は買うんですけどね、こう消えた雑誌買うんですけど、久しぶりに、デジタル系のガジェットを買ってしまいました。お昨日頼んだんですよ、昨日頼んで、もう今日山中湖もね、ちゃんとアマゾン翌日で配達ですからね。はい、何が入ってるでしょう。はい、ほうじゃじゃーん、入ってるか、見えてるかな。これね、スマホ用のこうスティック持つやつね、ジンバル、スタビライザーって言います。ちょっと開けてみましょう。これね、ただのこう持つやつじゃないんですよ。これこう傾けてもね、結構元に戻ったりとかして、結構安定した映像が撮れるやつです。ちょっと座っちゃいます。ここで見えるかな。ちょっと中身が、よいしょ。お、開けてみます。あ、すごい。もうちゃんとケースに入ってるんだ。おお、ちょっと半分こっちを、ね、こんなケースに入ってます。これ何、ホーヘムでいいのかな。いわゆるステディカムって言ったりとか、スタビライザーって言ったりとか、簡単にはジンバルって言ったりするんですけど、中にちょっと見てみましょう。どれ、ちょっと説明書がついてます。説明書ね。で、これがそのうわ動く、こうやって動くからいいんですよ、安定するんです。で、ここね、まずここ握ります。握ったところでここにいろんな、まあ、操作パッボタンがあります。で、ここですよね、ここに、スマホをこう挟んで、ギュッと挟んでで、ネジを取るんですけどね。カメラ三脚用のネジがここと、あ、ここですね。この、スマホを挟むところと、この、手元、それとあとこのお尻のところに三脚の穴がついてます。で、ちなみにこちらがついていて、これがこう三脚になって、でここにこう取り付けられる。今これで一応こう安定するらしいです。これね、結構こうスマホを持ってね、こう撮影するとなかなかこう手ぶれだったりとか大変なんですけど、これだとね、こういろんなアングルからこう安定して撮れるということで、いろいろ使ってみてあります。多分ね、これこういうの1個あるだけでね、撮る撮影する絵が変わってくるんですよ。で、ただこれってここに USB ケーブルがありますが、実はこれ充電して使います。充電しないとちゃんと実は機能が発揮しないので、その辺のところもちょっと充電してからね、試してみたいと思いますので、どんな映像が撮れるか、こうご期待。はい、とりあえず開封の儀でした。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。